でも9ホール目のボギーパット一回仕切り直しでした。あの時の心境ってどうだったの？最初構えて、はい、あれちょっとこれはって思ったの？あれぐらいのことだと全然外れるじゃないですか。まあ外れる外れる。で私が多分ショートパットで結構外す確率高いのは上りのスライスなんですよ。なるほど。苦手なんだ。うん、なんかこうちょっと違和感、切れるのは切れるんだけど、うん、読みすぎたら絶対抜けるし、うん、読まなかったらなんかちょっと切れるみたいな感じで、だからちょっと気持ち悪かったんで、まあ、でもあれはよくあります。上りのスライスの時は私結構仕切れた。あ、そうなんだ。だからどういう感じだったんだろうなと思って、なんかこう体重がこうなりかけたから、うん、なんかやり直そうと思ってまあでもあれね、外したらね100万のもう一回チャンスはなかったからね、はい、いやでも今日経験したことを踏まえてちょっとツアーで優勝を争いできるように頑張ります。今はツアーとしてはステップアップツアーメインです。ステップ、うん、たまに推薦でレギュラーアップ頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。残念でした。はい、でも楽しかったです。初めてプレーオフやったんです。マッチプレーみたいなのプレーオフ。あー、初めて初めて。え、この出て2回目だけど、ちょっと前回は全然もうね、もうそうそうと真ん中ぐらいでちょっとなくなり、いなくなりました。面白いでしょ。はい、3人、4人ぐらいから絞られて面白いでしょ。ね、この少なくなってからが面白い、やっぱり、うん、じゃあまた挑戦してください。また、はい、機会があれば、はい、呼んでください。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくるな。はい、負けたらキャッチで休もうなんて。そうそうそう、もうちょっと疲れてるからと思ったら最後まで回っちゃいました。いや、体力ありますね私